デオリス・アレクサンダー・ゲラは、ベネズエラのボリーバルー・州サン・フェリックス出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のオークランド・アスレチックス所属。2005年にアマチュア・フリーエージェントで、ニューヨーク・メッツと契約して、プロ入り。2006年に、参加の A 級、ヘイガーズ・タウン・サンズで、プロデビュー。A 級セントルーシー・メッツでもプレイし、 2球団合計で19試合に先発登板して7勝8敗、防御率2.53、69奪三振を記録した。2007年は A9 セントルーシーでプレーし、21試合に登板して2勝6敗、防御率4.01、66奪三振を記録した。2008年2月3日に、ヨハン・サン・タナとのトレードで、フィリップ・ハンバー、カルロス・ゴメス、 ケビン・マルベイと共にミネソタツ・インズへ移籍した。この年は、参加の A 級フォート・マイヤーズ・ミラクルでプレーし、26試合に登板して11勝9敗、防御率5.47、71奪三振を記録した。2009年は、A 級フォート・マイヤーズと AA 級、ニューブリテンドック・キャッツでプレーし、2球団合計で28試合に登板して12勝11敗。 防御率4.89、106奪三振を記録した。オフの11月20日に40人枠入りした。2010年は A 級ニューブリテンとトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスでプレーし、24試合に登板して2勝13敗、防御率6.36、85奪三振を記録した。2011年は A 級ニューブリテンでプレーし、37試合に 当番して8勝7敗1セーブ、防御率5.59、95奪三振を記録した。2012年は A 級ニューブリテンと AA 級ロチェスターでプレーし36試合に当番して4勝3敗1セーブ、防御率4.11、71奪三振を記録した。シーズン終了後には40人枠から外れた。2013年は 開幕前の3月に開催された第3回、WBC のベネズエラ代表に選出された。シーズンでは右肩を痛めて、長期離脱したため、ルーキー級、ガルフコーストリーグツインズで3試合に登板して0、勝1敗、防御率4.50、3奪三振の成績にとどまった。2014年は、トリプル A 級ロチェスターでプレーし、36試合に登板して2勝2敗、 防御率4.33、54奪三振を記録した。オフに FA となった。2014年11月18日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。2015年は AAA 級インディアナポリスインディアンスで開幕を迎えた。6月26日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、翌27日のメッツ戦でメジャーデビュー。 7月31日にディフェとなり、直後にクリーブランド・インディアンスがゲラを獲得したとの報道があったが、右膝の故障のため遺跡とならず、故障者リストに入れられた。この年メジャーでは10試合に登板して2勝0敗、防御率6.48、17奪三振を記録した。オフの12月7日に、マイナー契約でパイレーツと再契約した。 2015年12月10日にルール5ドラフトで、ロサンゼルス・エンゼルスから指名され、移籍した。2016年は6月以降、右の中継ぎとしてメジャーに定着し、最終的に44試合に登板して参勝例、はい、防御率3.21、36奪三振を記録した。2017年開幕前の2月8日に第4回、WBC のベネズエラ代表に選出され、 二大会連続二度目の選出を果たした。二月十日にオースティン・アダムスの加入に伴ってディエフェとなった後、15日にマイナー契約で参加のトリプル A 級ソルトレイクビーズへ配属された。スプリングトレーニングには招待選手として参加した。シーズン開幕直後の4月14日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月3日にディエフェとなり、 6日に、マイナー契約で、トリプル A 級ソルトレークへ配属された。9月5日に再びメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。この年メジャーでは19試合に登板して2勝2敗、防御率4.68、22奪三振を記録した。オフの11月3日に、マイナー契約で、トリプル A 級ソルトレークへ配属された後、6日に FA となった。 2018年1月20日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは参加のトリプル a 級ラウンドロックエクスプレスでプレーし、40試合に登板して2勝2敗にセーブ、防御率3.79、71奪三振を記録した。オフの11月2日に FA となった。 2018年12月10日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった2019年は開幕を参加の AAA 級サンアントニオミッションズで迎え7月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした7月6日に DF となり9日に トリプル A 級サンアントニオへ配属された。その後、9月30日に FA となったが、10月18日にブルワーズとメジャー契約を結んだ。2020年1月30日にデビット・フェルプスの加入に伴ってディエフェとなった。2020年2月5日にウェーバー工事を経てフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。8月22日にディエフェとなり、 25日にマイナー契約となった。レギュラーシーズン終了後の10月14日に FA となった。2021年2月2日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月26日に一旦自由契約となるが、翌27日に改めてマイナー契約を結び直した。 シーズン開幕後の4月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。